弥生純一について。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうは弥生純一について紹介していこうと思います。1970年代頃から訪れたオカルトブームの屋台骨を支え、日本に UFO の大ブームを巻き起こした弥生純一。名物テレビマンとして当時の人気深夜番組 11PM やオカルトファンなら誰もが知っている木曜スペシャルで超常現象の企画を扱い、自ら出演までも果たしたオカルト界のレジェンドなのです。今回は伝説の UFO ディレクター弥生純一の魅力に迫ります。弥生純一とはどんな人？1935年7月17日生まれ、2020年には85歳を迎えられます。1960年に日本テレビに入局して、テレビドラマなどの演出部として配属されますが、いまいち肌に合わず、音楽番組やバラエティも手掛けますが、手応えを感じることは少なかったようです。弥生純一の名前が有名になったのは深夜番組 11PM でオカルト系の企画を手掛けるようになってからでした。実は弥生は特に UFO やユーマや超能力者などが好きだったわけではなく、あくまでも仕事として視聴者に何が受けるかを考えた結果、この路線にたどり着いたのでした。 UFO という言葉も弥生が日本で流行らせたものであり、それまでは空飛ぶ円盤というのが一般的だったそうです。 11PM や木曜スペシャルでその手腕を発揮して人気を博しますが、あくまでもドキュメンタリーという立ち位置であったのがヒットの大きな要因だと思われます。緻密な調査と取材による構成で作られた弥生の企画は説得力のあるものに仕上がり、視聴者の心をつかんで離さなかったのが作品から伝わってきます。またオカルト批判の立場を取る大月義彦とはテレビ番組で何度もバトルを繰り返しているので仲が悪いと思われがちですが、ゲームや映画の CM で共演している姿を見ると決して犬猿の仲というわけではないようです。1996年に開館した石川県羽咋市、別名 UFO の街の宇宙科学博物館コスモアイル羽咋の名誉館長を務め、2016年には同館主催の UFO 検定の監修も行うなど、日本の UFO 仕掛け人弥生純一の活躍は続いていきます。空を見上げてほしいとの思いから UFO 番組を企画。 11PM という番組は不人気だった深夜枠を活気づけた革命的なテレビ番組で、1965年から24年間も放映されました。大橋巨泉、相川金也や藤本義一といった名司会者が歴代して、お色気、社会問題、趣味といった情報を提供するこれまでにない大人のワイドショーだったのです。兄と一緒に見ていて母親の足音がするとプロ野球ニュースにチャンネルを変えたのはいい思い出です。当時の弥生はテレビマンとして面白みを感じなくなっていた時期で、自らプロデューサーに頼んで番組制作に加わったといいます。ドラマが嫌いだった彼はこの番組で初めてドキュメンタリーを撮ることになりますが、当時のプロデューサーだった後藤達彦の何でも好きなものを撮っていいという言葉が UFO ディレクター弥生純一を誕生させるきっかけになったのです。なぜ UFO だったのかといえば、文集オンラインのインタビューでもっと日本人に空を見上げてほしかったからと答えています。誰もがせわしなく歩き続ける高度経済成長の真っ只中の時代に UFO が見えるかもしれないから、夜空を見上げてごらんというメッセージを送っていたわけです。これはすごく素敵なことではないでしょうか。当時の日本人は弥生純一のこの企画に乗せられて空を見上げて
宇宙、宇宙人、UFO といった未知の世界に触れ合うことができたのです。ヤオイは月曜日の担当でしたが、そこで UFO、ネッシー、ユリゲラーなどの企画を大成功させ、日本のオカルトブームを大いに盛り上げたのでした。木曜スペシャルの UFO 特番、木曜スペシャル、略称木スペは、1973年から1994年にかけて日本テレビ系列で放送され、当初は20時から20時55分の1時間枠だったのが、1973年から1985年は1時間30分、1985年10月から1988年3月までは2時間と、放送時間も拡大していった人気番組でした。番組内容は史上最大アメリカ横断ウルトラクイズや元祖ドッキリカメラ、引田天功の大脱出などバラエティに富んだものでしたが、ヤオイが関わった1976年7月放送の謎の怪奇人間オリバーは、チンパンジーと人間の中間的な未知の存在オリバー君を扱い、オカルトファンに衝撃を与えます。また1974年3月放送のユリ・ゲラーの特番は、スプーン曲げにより超能力ブームを日本に巻き起こしていますが、ユリ・ゲラーを日本に連れてきたのは実はヤオイだったのです。ユリ・ゲラーは1973年の年末に 11PM に出演した後、モクスペの特番に登場しています。ヤオイの UFO 宇宙人特番も1974年に第1弾が放送され、モクスペの中の人気企画となります。ミステリアスな BGM で視聴者の心をつかんだかと思うと、独特な世界観で UFO や宇宙人の謎に視聴者を釘付けにさせる作品なのでした。アメリカやメキシコ、スイスなど海外取材のシーンも多く、目撃地に実際に出向き、目撃者の証言などを聞きながら番組を盛り上げていきます。リアリティを追求するという理由から段取りを嫌うヤオイは、カメラを長めに回してスタッフとの打ち合わせの会話なども撮影しているため、ドラマとは違うドキュメンタリー作品としての映像作りに成功しています。現代のような CG を使った再現映像などはありませんので、足を使った取材と巧みなナレーションで番組が進行していき、これが逆に何とも言えない迫力とリアリティを表現しているのです。ちなみに同じ時期に放映されたテレビ朝日系列の番組水曜スペシャル、略称水スペの看板企画は川口浩の探検隊シリーズであり、ユーマ、未確認動物を追う内容でしたので、まさに木スペと水スペの関係は UFO vs ユーマという構図だったのです。木曜スペシャル、プレアデス神コンタクト事件を振り返る。この木スペの UFO 特番シリーズは多数の作品が作られましたが、中でも傑作は1980年に放映されたプレアデス神コンタクト事件でしょう。若々しく長髪のヤオイ純一が登場するところや、 UFO も複数の種類が出てくるとこなど見どころがいっぱいです。スイス人のビリー・エドワルト・マイヤーはセム・アーゼという宇宙人の女性と1975年から5年間で120回以上もコンタクトを取り、900枚に及ぶ UFO の写真と数十本の8ミリ撮影をしたと言っています。これについて番組では様々な視点から検証していきますが、ヤオイは少人数を率いてスイスにて現地取材を行い、マイヤーの目撃証言、関わった人たちの証言なども交えてこの事件に迫っていきます。かなり鮮明な UFO の写真や動画を公開していきますが、中にはスイスの戦闘機ミラージュと UFO が追いかけっこした写真や、異次元空間を通って瞬間移動したとされる動画も出てきます。 NASA でこれらの写真を検証する限りでは、二重露出や糸で UFO を操っているというトリックの痕跡は見つからないという結果が出ていることや、
写真鑑定の結果から UFO の大きさは直径7メートルくらいということまで番組では紹介しているのでした。番組の後半では宇宙人からもらった UFO の金属片、宇宙人の持つ生物感知装置の残骸、レーザー光線銃で木の幹に開いた穴など、宇宙人とコンタクトした物的証拠が続々と登場するのでした。気になるプレアデスの宇宙人とは何者なのか、ヤオイはマイヤーへインタビューをしてその答えを追求していきます。まず宇宙人セムアーゼは24歳から25歳くらいの女性の姿をしていますが、地球の年齢にすると350歳ぐらいになるそうです。プレアデスの宇宙人たちは2200万年の昔に地球にやってきた時に、地球の人類の祖先原始人と混血して遺伝子を操作することで高度な知能を持つ新人類を作り上げたといいます。その結果、この新人類が高度な文明を持ち、核兵器による戦争を引き起こして滅びるのですが、これを予知した宇宙人たちは危険を感じて母星に戻ってしまいます。責任を感じていた宇宙人たちは数万年の時を経て地球に訪れますが、地球には再び原始人が現れていましたので再度文明を与えましたが、人類はまたしても滅びることを繰り返そうとしています。つまりプレアデスの宇宙人が地球に現れてマイヤーにコンタクトを取るのは、人類に同じ過ちを繰り返してほしくないからということになります。なかなか衝撃的な内容も含まれているモクスペの UFO 特番。このプレアデス人コンタクト事件はその中でも人気が高かったらしく、放送から10年後に 11PM でも続編が作られたほどでした。ちなみにプレアデスとは日本ではスバルと呼ばれる大牛座に位置する星の集まりのことで、肉眼では5個から6個の星が見えますが、実は数十個の星で形成される三回星団です。まとめ、 UFO と宇宙人はいるのかという議論はなかなか決着のつく問題ではなく、下手すると生きているうちには解明されないかもしれません。ヤオイ純一が教えてくれたのは経過を楽しむということであり、結果だけにこだわってはこの経過が面白くなくなってしまい、もったいないということでした。ヤオイの作った UFO 特番はまさに経過を楽しむというのにぴったりなものばかりでした。しかしながら UFO や宇宙人がいるならば、やっぱり会ってみたくなるものなので、今日も空を見上げて UFO を探してみようかと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。